はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。私サムライケンスケことサムケンです。はい、ということでですね、今日はちょっと今までにない形になるんですけれども、関係者各位というですね、ちょっと動画を今撮影しております。でですね、サムライケンスケさんですね、もともとこちらのサムケンチャンネルなんですけれども、私サムケンはですね、今2つ会社をやっておりまして、1つが一般社団法人日本芸術鑑賞協会というですね、まあ、協会の代表理事をやっておりまして、でもう1個がですね、ここにですね協力会社ってあるんですけども、株式会社わちゃわちゃのですね、まあ、代表取締役をやっております。でですね、このチャンネル自体もね、こちらの会社が主催という形でですね、ずっとやってきてるんですけれども、まあ、どういったですね、仕事をしてるかと言いますと、芸術鑑賞会プロデューサーということで、小学校、中学校、高等学校のですね、まあ、いわゆるまあ演劇、音楽、伝統芸能とかですね、まあ、そういったものを見る企画をまあ制作して、学校さんの方でですね、講演をするというお仕事をさせていただいております。で、現在ですね、2月頃からですかね、まあ、コロナウイルスの問題が発生いたしましてから、まあ、ことごとくですね、もう2月、3月、4月、5月、そして今もう話が来ているのが6月、7月あたりもですね、まあ、今ほとんどもう全てがですね、まあ、キャンセルまたは延期というお話をいただいております。これはもうかなりね、死活問題になってくるんですけれども、でですね、私、まあ、この会社今年で9年目になるんですけれども、現時点で、取引がですね、愛知県が86校で、実施校全体の 54% ですね、取引をしております。また大阪が44校の 26%、静岡県36校の 47%、岐阜県33校の 36%、東京都が31校の 20% ですね。で、全国385校ですね、ありがたいことに、今高等学校様とですね、お取引を、主にさせていただいております。ありがとうございます。でですね、まあ、今回、2月、3月、4月、5月、6月、7月のですね、まあ、公演っていうのが、まあ、ほぼ全てキャンセルまたは延期ということでございまして、まあ、本当にですね、今大変な状況でございます。で、出演者様はね、本当に今595組ほどですね、うちでご案内させていただいてるんですけれども、まあ、本当に、まあまあ、通常のね、まあ、土日のイベントとかも全てね、今キャンセルになっておりますしね、まあ、本当に今何とかしていかなきゃいけないなっていう状況でございます。で、私はですね、まあ、こういった状況というか、まあ、コロナみたいな状況はまあ予測してなかったんですけども、将来的にまあリモートワークにしていくっていうのはもともと2、3年前からですね構想しておりまして、まあ、それでですね、実際にもう一つのね、チャンネルの方で芸術鑑賞会チャンネルというねチャンネルをやっておりまして、まあ、そちらの方をまあ既にご覧いただいた方はわかるかと思うんですけれども、まあ、そちらのチャンネルを見ていただければ、まあ、自分がですね、普段は先生方に会いに行ってね、全国をね、旅して回ってご案内してるんですけれども、まあ、その動画を見てもらえれば、まあ、サムケンさんがね、ご案内してるのと全く同じ状況でね、見ていただけるというね、ことを構想しても、1年ちょっと経ちましたけどね、まあ、だいぶね、まあ、たくさんの動画も作成して、すでにアップロードしたという状況でございます。でですね、まあ、それも本当はね、5G がもっとね、普及して、学校さんって基本的にすごい、タイミングが遅いもんですから、未だにね、ファックスを使ってたりとかするんで、まあ、4G になると学校が 3G になる感じで、5G になると 4G になるというね、まあ、ちょっとタイムラグがあるもんですから、まあ、5G がかなり全国的に普及してくれば、もっとですね、リモートワークというかね、まあ、実際に会わずして、ご案内するような形が取れるんじゃないかということでですね、まあ、かなり前からね、構想して今、芸術鑑賞会チャンネルというもう一個のね、チャンネルの方もですね、まあ、だいぶ出来上がっております。なので、それがですね、本当はもっとね、まだ3年後とか4年後、5年後に始動するのかなと思ったんですけれども、今ですね、私の会社は愛知県のまあ名古屋市の方にね、あるわけなんですけれども、まあ、当然、昨日ですかね、まあ、10日に、緊急事態宣言が出まして、で、これが愛知、岐阜、三重、東海3県全部ですね、っていう状況になりましたので、まあ、さすがにですね、まあ、これはもう、まあ、完全に自粛というかね、もう家の中にいなきゃいけないなという状況でございます。なのでね、まあ、こっから先はですね、まあ、私も、まあ、猛烈な営業をね、まあ、これまででしたら、もうこの時期、4月はね、本当繁忙期になるので、ね、まあ、全国の学校の先生方に会いに行くために、西は広島から東はね、栃木、群馬、
茨城とかね、千葉県とか、まあ、それぐらいまで行って、北も新潟ぐらいまでね、一番遠くで行っておりましたけれども、まあ、そういったことがもうできないという状況でございます。ということでね、まあ、ちょっと週明けからはですね、まあ、ちょっと本格的に、まあ、電話でのね、ご案内というような形で、邁進していきます。まあ、ただね、まあ、全国的にね、まあ、どの業者さんもね、同じような状況にあるかと思いますので、まあ、どうなるかちょっと何とも言えないんですけれども、私なりのですね、まあ、できる限りの、まあ、全力でね、まあ、ご案内の方はストップすることなく進めてまいります。なので、またですね、まあ、関係者各位のね、まあ、その、まあ、出演者さんからスタッフの皆さんですね、まあ、仕事は私がどんどん作って、生み出していきますので、よろしくお願いいたします。またですね、まあ、学校さんもですね、今かなりいろいろと、毎日のようにね、まあ本当にまあキャンセルとか延期のね問い合わせをいただいております。まあそれに対してもね、まあうちも今もう毎日どんどん対応していきますのでね。で私まあ結構まあ連絡の速さはね結構自信ありますのでね。まあ電話出れなくても必ず折り返しいたしますし、まあどうしてもね、メモが取れないような時はちょっとメールでね文章で送っていただいたりもできますと、まあより素早くスムーズに対応ができますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本当にですね今関係者各位の皆さん、まあスタッフさん、アーティストさん、そして、学校の、まあ、先生方、そして先生の背後にいるですね、まあ大体500名1000名といったですね、まあ、多くの生徒さん方、まあ本当にね、まあ、楽しい芸術鑑賞会年に1回のね機会を待ってるかと思いますけどね、私ですね、まあ日本でもね、まあ、今だいぶトップレベルになってきましたけども、こちらの出演者の皆さん、こんなにたくさんねアーティストさんがいます。まあ、責任重大ですからね、一切ストップすることなく、まあ自粛しながらも、まあ、ちゃんとね、まあ、今までまあ整えてきた環境を使って、まあ、リモートでですね、まあ、ご案内の方を継続してまいります。はい、ということでですね、一旦今旅動画をねちょっと中断した、なんか全く、もともとサムケンチャンネルでも旅動画だけ見ていた方にとってはね、何の話か全然わかんないかもしれないですけど、すいませんはい、ということなんですけれども、まあそういった経緯があってですね、まあこういったチャンネルを運営させていただいております。で現時点でですね、ここにちょっと地球儀もありますけどね、今サムケンさん108カ国ですね、回りきって、まあただ、まあ、ちょっとコロナウイルスの関係でもうすでにね、もうだいぶ前ですかね、もう3、4週間前にですかね、もう日本に帰国しておりまして、もう今現在は自粛している状況でございます。なのでですね、まあ現在、順次今ですね、まあ、動画のアップはしていってるんですけれども、まあだいぶもうすでにね、1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいね、もうだいぶ、もうタイムラグが発生していますけどね。まあ、ただね、まあ、撮りためた動画はですね、まあ、私の本当に宝物ですのでね、まあ、この後もね、まあ、動画のアップはし続けてまいります。で、今回からですね、まあ、ちょいちょいちょっと合間にですね、今自粛してるわけなんで、まあ、あんまり外出れないんですけれども、まあ、家の中でね、できることでも、ちょっと動画をちょいちょい挟みながら、アップしていこうかと思います。そして今日はですね、なんとこちらにたこ焼きかな、こちらにたこ焼き器が用意されておりまして、この後ですね、ロシアンたこ焼き企画をですね、やっていきたいと思います。はい。ということでですね、まあ、本当に今大変な状況ですけれども、まあ、皆さん、まあ、こういった時にですね、まあ、ネガティブになってしまうのが一番良くないですからね、まあ、なるべくまあニュースばっかり見るんではなくて、やっぱりなんか楽しいなというかね、まあ、楽しい気持ちを維持していただいて、あとアーティストの方々も最近ね、なんかこの状況に入ってから YouTube をね、始めた方もたくさんいらっしゃるということですのでね、まあ、今後またね、こういった危機がいつ起こるかわかりませんし、まあ、いつまで続くかもわかりませんけれども、まあ、そういった時でも対応できるようにですね、まあ、皆さん、まあ、通常のね、まあ、人に会ってでの、まあ、パフォーマンスとか、まあ、音楽の演奏以外もですね、まあ、こういった SNS を使った発信なんかもね、皆さん積極的にやっていかれるのもね、一つの保険になるんじゃないかと思いますんでね、皆さんもぜひ YouTube を始めましょう。ただめっちゃ大変ですけどねはい、ということでですね、本日も皆さんご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。 Thank you for watching.